2023明治安田生命 J1 リーグ第8節浦和レッズ対北海道コンサドーレ札幌の一戦をお送りします。さあ両チームイレブンの入場です。再したリニューアルその初戦です。すごいですねこの熱気が、もう伝わってきますね。では改めて今日のフォーメーションです。浦和は酒井が負傷でメンバー外、今日は荻原が左で右に秋元ですね。ではアウェーの札幌です。まあ、こちらは前節から変更なしですね。ショルツが運んで小泉、ここは絡んで奪った浦和です。ノーファウル、関根ワンタッチ、荻原だ、荻原わずかに右でした。惜しいシーンでした。良いプレーが続きましたね。はい、荻原サイドバックのシュートです。拾いをして福森、浅野持ち込んでシュート、わずかに左、惜しいシーンでした札幌。えぐって引き返し、ここ長いボール、興梠へ、興梠持ち出して抜きに行く、倒れた、レッドカード、一発レッド、決定的な得点の機会の阻止、一発レッドです。小泉から背後、まあ、うまくボールつつきながら一気にこう背中から取りましたし、中村の前に一気に入りましたから、はい、中村が一発退場ということになりました。長いボール、大久保へ、大久保、大久保ナイスキーパー、伊藤が来た、枠には行きませんでした。決定機、大久保そして伊藤、決めることはできませんでした。大久保のシュートに対して札幌のクソインもナイスキーパーでしたし、まあ、最後伊藤決めたかったですね。さあ福森から中島というところ、奪ってショーツ、3人クロスボール、ショルツだ、ショルツ攻撃参加、そして流し込んでいきました。68分、浦和先制です。ようやくこじ開けました。まず奪ったボール、いい奪い方、そこからの運び、相手をよく見ながら広げて、もう一回今度青木の背中からですよね。でボールの質も良かったです。最後は左足のインサイドでうまく流し込みましたね。後ろではしっかりと裏が持って縦パス、コルキエ倒れました。関根だ、追加点、判定オフサイド、ノーゴールです。得点は1対0のままです。キーパーのクソイユンが接触があって今右足を押さえています。足の裏ですね。ここは今オンフィールドレビューを行うようです。少し危険ですよね。今場内にも映像が流れておりまして、サポーターはどよめいています。足首じゃなくてすねですね。はい、レッドカード退場です。補正鑑定、ここに大久保で広大なスペース、荻原クロスボール流れて、興梠シュートブロック、興梠もう一度ハンドをアピールしています。滑った青木の手に当たったっていう主張ですかね、興梠はね、はい、今 VR でチェックをしています、
ここもオンフィールドレビュー。最終的にはこう支えてみたいになるので、まあ、自然な形には見えますけどね。判定は PK。 コロキ決めていきました。浦和追加点。落ち着いてましたね。浦和に大きな追加点、2対0です。中央構え落としてサイド青木、青木どうする、シュートだ。セカンド回収、菅壊していく、菅のシュート1点返して札幌、菅ボックス内かわして右足フィニッシュ。菅今シーズン初ゴール、1点を返しました。少し強引でしたけどね。セカンドタッチ、モンビルグ運んでいく、モンビルグ中央へ、オウンボール、浦和に3点目。滑り込んだ田中は足にボールが当たってゴールイン。しょうがないですかね、難しい判断だったと思いますけど、モーベルクを褒めるしかないんじゃないですかね。一気に運んでの素晴らしいクロス。さあフリーキック、浦和馬渡とモーベル、馬渡上げる、投げてくる、ヘッド、最後はホイブラーテン、浦和4点目。ホイブラーテン加入後初ゴール。全く手を緩めない浦和、1点差が一気に3点差。ここでホイッスル、4対1、浦和大勝です。新サイスタの初戦、浦和勝ち点3ゲット。これでホームゲーム今シーズン3戦3勝です。